2020明治安田生命 J2 リーグ第24節です。栃木 SC 対ビファーレン長崎のゲームをお伝えしていきます。ホームの栃木のスターティングメンバーです。ゴールキーパーがオビパウエル・オビンナ、黒崎、柳、田代、溝口、山本、佐藤翔、岩間、森、エスクデロと秋元の11人です。中3日でのゲーム3人を入れ替えてきています。アウェーの長崎です。ゴールキーパーは高木は、マイクマ・フレイレ、二見・亀川、名倉・海王セザール、秋野・沢田、ビクトル・イバルオと富樫の2トップです。長崎も中3日でのゲーム3人を入れ替えてきています。エリアの中4人、エスクデロミドルから狙った、こぼれたところ詰めていきます。今いいシュートでしたよね、はい、黒崎ですね。中を割っていった、エリアの中に入ってきた、シュートだー、長崎先制。名倉の技ありのシュート、アウェーの長崎先制。力を入れるのではなくしっかりコントロールしてきました。タイミングのいいシュートですよね。ディフェンスの股の下をうまく狙ってますよね。ですからキーパーの帯選手からしてみれば死角になって反応がやっぱり一つ遅れましたよね。名倉、名倉、海王セザール、ポストだ。オビパウエロ・ビンナも触ってたでしょうか。触ってますね。枠を捉えていました。速いボール入れてきた、これだ。コーナーキックです。オビ選手よく触りましたね、反応して。秋元を狙った、狙った、合わせてきました。秋元、そうですね、今秋元選手自分で体を入れてヘディングのポジション取りましたよね。跳ね返してそこに自ら詰めに行って、いいクロスが入った、合わせた、柳のヘディング。そうですね、今のは最高の形でしたよね。素晴らしいクロスですし素晴らしいヘディングでしたよね。ただキーパー竹谷選手きっちりキャッチしましたね。左サイド、森、森、森だ。ミドルベンチから狙ってきました。うまくこうつないで逆サイドまで来て、これ森選手最初のところをうまくかわしてシュートでしたよね。足がいいポストになって、名倉スプリント、名倉、名倉だ、よく止めた。オビパウエル・オビンナ今のはよく我慢して止めましたよね。こぼれて森ディフェンスに当たります。チャンスを作っている栃木、名倉、鶴橋通った、シュートだ、止めた、詰めていく、まだこぼれている、マイクマ、グラウンダーで鶴橋を狙ってきました。海王セザール、ポストだ。また決定的なシーン、クロスが入った、合わせた、矢野のヘディング、栃木の形。
上げて合わせた、クロスバーの上、矢野が入ってきました。ここはもうフリーで上げられます。そうですね、これいい、矢野選手これ競り勝ってますよね。こぼれてここは、あ、もう一度奪い返した田代も掴んでいますが、バーサイドシュートまでいけない栃木。ここでタイムアップの笛、アウェー長崎が9試合ぶりの勝利。両チームの選手が試合終了後熱くなっています。長崎が逃げ切りました。あと試合後にフレイレに対して大坪主審がレッドカード、